こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。季節の変わり目、低気圧、あとは台風ですね。台風が近づいてきた時、何かこう刺激のある空気、匂いに触れた時です。あとは風邪をひいた後、咳が止まらなくなってしまう、そんな症状ないでしょうか。布団に入ると朝起きたら咳が止まらない、一度咳が出るとなかなか止まりにくい、そういった症状ないでしょうか。もしかして気管喘息って言われたことはないでしょうか。もしもたびたび苦しくなるようでしたら、咳が続くようでしたら、あなたは気管喘息もしくは咳喘息と言われる状態かもしれません。たびたび咳や苦しさが続くならば、吸入ステロイドというお薬を使用した方が良い方も少なくありません。吸入ステロイド続けるのなかなか難しいんですよね。1日1回もしくは2回とかですね、ついつい忘れてしまいます。調子が良いとさらに吸入薬のことを忘れてしまって、何日も吸入しない、そんな経験あなたにもあるかもしれません。ただ時々急に苦しくなる、忘れた頃天気が悪くなったり風邪をひいたりすると咳が止まらない、苦しくなる、そんなことを繰り返すのはあなたの将来のことを思うと決して良いことではありません。患者さんの胸の音を聞いてみると、どうですか、結構苦しくないですかと聞くと、いや全然苦しくないですよという患者さんいらっしゃいます。その喘息がちょっと悪い状態に慣れてしまってるんですね。この苦しい状態に慣れてしまっている、ご自身では気づかないけど気管支がすごく細くなっている音がしたりします。できればですね、吸入ステロイドを続けていただいて、定期的にかかりつけの先生に胸の音を聞いてもらってください。かかりつけの先生ですね、実は結構あなたの胸の音覚えてます。あなたの前のこの辺の音がこういう音だったとかですね、背中のこの辺で聞くとこの患者さんこういった音がするっていうのは結構覚えてるもんです。あなたが全然苦しくない、咳も出ない、だけどかかりつけの先生が調子悪そうですねっていうようなことあるかもしれません。ぜひ吸入ステロイドを続けるのも大事ですが、定期的にかかりつけの先生に胸の音を聞いてもらいましょう。気管喘息のあなた、吸入ステロイドを続けるの必要なこと、もちろんご理解いただいていると思います。だけどやはり通院するっていうのは時間もお金もかかりますし大変ですよね。やはりお仕事の都合、ご家庭の事情、なかなか通院すること難しいようでしたら、処方の期間とかですね、かかりつけの先生とぜひ相談するようにしてください。オンライン診療でも悪くはないんですけど、もしも都合がつかない場合、オンライン診療である程度処方をしてもらって病院に来れる時にかかりつけの先生に胸の音を聞いてもらう、それもありかなと思います。本日は気管喘息の方、吸入ステロイド続けた方がいいですよという話をしました。無理しないでください。やはりあなたの将来のことを考えると、吸入ステロイド使わないよりは絶対使った方がいいです。あなたの胸の音をぜひかかりつけの先生に聞いてもらうようにしてください。